はい、はい、ということでございまして、改めましてなんですけども、ですね、最後にジングルをやりたいと思います。ジングルですね。はい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 。摩擦節が作詞、作曲をしたという。はい、ね、作詞というか、まあ、サマーミュージアムって言ってるだけなんでね。みんなで歌える、みんなで歌えるものを。そうなんですよ、用意してきたと。やりたいなと思ってますけど、このままちょっと皆さん残っていただいて、あの大合唱でちょっとね終わりたいななんて思ってますけど、皆さん、残っていただけますかね、大丈夫ですかね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあもう一回紹介してください。はい、川崎コミュニティクワイアの皆さんでございます。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はいはいはい、すごいんだからもう、はい、それからね、ちょっと勢揃いでございます。いつもの夫人で、前なの、前なのかな。じゃあ一番上の方に、はい、はい、行きましょう、行きましょうよ。でですね、こちらに今来ていただいてる、はい、川崎の、音楽の街川崎のメインキャラクターミュートンくんでございます。拍手。はい、よろしくお願いします。はい、ですね、いやもうほんと可愛らしいね。いや可愛らしいです。あのね、うん、目線がね、ずっと僕の方見てたんですよね、このね。マジでマジでチラッとこっちを見てる感じが、ね、でですね、もうね、今日ここの、サマーミュージアムにいたキャラクターが全員集合してるということなので、そうなんです。お呼びしたいと思います。ミュートン君に続きましては川崎プリンちゃんでございます。プリンちゃん、いらっしゃいますか。プリンちゃん、すごい。プリンちゃんまで来ちゃった。もうすごい、プリンちゃんが来ました。もうプリンプリンしてる感じの、じゃあそれぞれ揃えましょうか。もう一方生きていただいております。はいはい、川崎フロンターレのメインキャラクターフロンタ君でございます。フロンタ君、すごい、もう勢揃いでございます。いやいや、これ3人揃うのはすごい。いや、すごいですよ。なかなかないですよ。めったにないですよ、ね。はい、だからまあジョン・レノンとポール・マッカートニーとジョージ・アリスも揃っちゃったみたいな。3人中2人死んでます、ね。死んでます。3人2人死んでます。一応ね、キャラクターの説明をしていこうかって、準備しながらしたいと思います。はいはい、まずね、あの右から、皆さんが見て左側。ミュートン君、音楽の街川崎のマスコットキャラクターミュートン君でございます。音楽が大好きなミュートンはいつも空を飛びながら川崎の音楽イベントを探しています。今日はとっても楽しそうでございますね。ありがとうございます。今は通れないですね。ありがとうございます続きましてはですね、プリンちゃん、プリンちゃんね、一体どうで川崎の空と緑の科学館のマスコットキャラクターでございます。頭はプリンのように見えますが、実は地層なんですね、これね、地層。特技はなんとジャンプだそうでございます。ございますね、ありがとうございます。すごい、科学館で会えるということなのでね、遊びに行ってあげてください。それからですね、もうこちらおなじみですね、Jリーグ川崎フロンターレからフロンタ君でございます。あ、フロンタ君、よくね、鳥とかペンギンに間違えられるそうなんですけど、実はね、イルカだそうでございます。イルカなのね。今日はたくさん友達ができたので、また生田緑地に遊びに行きたいと言っていました。みんなもフロンターレを応援しに轟競技場に来てくださいということでございますということで、本当にね、一言だけ言わせてください。お疲れ様ですということでね、ありがとうございますということで、まあそういうことで、もう勢ぞろいしたということでございまして、はい、ね、いよいよですけども、黒崎さん、このね、ジングルというのは、はいはい、ジングル、これ、ホームページ、サマーミュージアムのホームページとか見ていただくと、分かると思いますが、ここにいらっしゃる、川崎、コミュニティクワイアの方たちにですね、協力していただきまして、まあ、僕たち曲作らせていただきましてですね、まあ、今回から来年も再来年もこれ使わせてもらえるのかな、そんな感じになるかと思いますから、この曲をですね、皆さんぜひ覚えて帰っていただいて、今日みんなで大合唱しないと帰れない感じになってますから。そうですね、大丈夫ですかね、皆さんね、すぐ覚えられるメロディー、すぐ覚えられるメロディーなんですか、これは。なんか怪しいです、大丈夫ですか。ちょっと難しい、大丈夫ですか。これ3部構成になってまして、一番私歌えるところを探していただいて、はいはい、勝手に歌ってもらって全然大丈夫です、はい。でその手本というか見本をですね、はい、皆さんにやってもらうような形で、皆さんちょっとお客さん真似して歌うような感じで。そうですね、そしたら一部、ソプラノと何があるんでしたっけね、テナーとアルト、ソプラノ、テナー、アルトがあります。声の一番高い方がソプラノでございますね。でその次がアルトでございますね。その次がアルト、その次がテナーでございます。私高いとこ出るよとか、俺低いとこ出るよっていうところで、これはちょっと自分でね決めていただいて、はい、それじゃあちょっとやってもらいましょう。そうですね、はい、じゃあまずはソプラノからいきましょうか。これね、とりあえずいいの音誰か出せる？いいの音出せない？出せないね。はい、出せません。はい、誰も出せません。はい、
はい、いい音出せる人誰かいるかな。ここに絶対音感持ってる方ない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 、いける。あ、来た来た、いい、来た、いい音出してください。はい、これです、これです、ありがとうございます。さすが、これが音感ですよ。ございます。もうやっぱり知って黒川通りの方たちは違う。すごい、ありがとうございました。はいはい、そういうわけでちょっとソプラノからそしたらいきましょうか。この音で皆さんいけますかね。今の音もう一度すいません出します。あ、この音でございますから。はい、一番最初にどこからやったらいい。テナーからいきましょうかね。じゃあ、テナーのパートは今からいきますよ。はい、1、2、3、4、はい。サマーミュージアム。手拍子サマーミュージアム。これから広がる。はい、それから、次の方ですね。次は、アルトの方ですよね。アルトの方手配ってもらって。あ、いますね。はい、こちらの新鋭、切れどころが揃ってますけれどもね。間違いない。はい、行きましょうか、行きましょうか。これ、先生にすごい似てるでしょ。ね、行きましょうか。はい、ではビトルは何にする。ワン、ツー、スリー、フォー、はい。サマーミュージアム。はい、若干難しい感じです。はい、それではソプラノ、ここが一番ね、歌いやすいところかと思いますから、男性の方はちょっとね、1オクターブ下っていうかね、低い、そう、主戦でございますね。いきますよ、ワン、ツー、スリー、フォー、はい。口パクでも何でも構いません。好きなとこ歌ってください。もう自由ですから。はい、それでちょっと今日フィナーレを迎えたいなと思ってますから、大演壇ということで。はい、はい、それじゃあちょっと行きましょうか。近場近やってみましょう。はい、ワン、ツー、スリー、フォー、はい。なかなか素敵でしょ。さあ、じゃあこれをじゃあ2コーラスいきましょうかね。それでちょっと最後終わりにいきたいましょうかね。もう近ですから。はい、皆さんキョトンとしてらっしゃいますよ。音楽の力って偉大ですから、ね。はい、好きなとこ歌ってもらって、で、まあ歌えないなっていう人は聴いていただくだけで、いけるかな。じゃあもう一回、じゃあいいの音出してもらって、もういらっしゃらない。あ、来た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 。はいはいはい、行きましょう。さあ、それでは皆さん手拍子の方よろしいですかね。準備できてますか。はい、行きますよ。ワン、ツー、スリー、フォー、はい。
主催の人誰か出てこない食べるやつ出てこない。じゃあアジスの方たち一人一人ちょっとさ呼ぼうよ。はい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 、はい、今日ねご出演してくださった方々第1部から、順にお呼びしたいと思います。いらっしゃる方ぜひねあのお越しいただけたらなと思います。ヒロキリコさん、はい、はーい、よろしくお願いします。いらっしゃるかな、はい、もう帰って帰っちゃうな。リバースオブルースバンドさん、はい、リバースオブルースバンド、来た石川さんちょっと、ね、なんで、せっかくですから、ね、ちょっとぜひちょっと来ていただいてね、はい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 、それから、はい、続きまして、第2部のね突破戦やってみましょう。川崎コメディクワイアの皆さん、素晴らしい、はいはい、ありがとうございます。そしてマサツーセー、よろしくお願いします。はいはい、そして大いに盛り上げていただきます山崎千尋プラスルート14バッター。はい、というわけで締めでございますよね。いや本当にね、長丁場でしたけどもね。いや本当ね、最初から見てくださった方も結構ちらほらいらっしゃるという状態で、ありがとうございましたね。はいはい、とりあえず今日出た方全員集合ということで、はい、もうほんとね、はいはいはい、まあこんだけミュージシャンが集まれば多分もう一回あのジングルいけるんじゃないかな。もう泣きの一曲いきます。もういい、泣きの一曲最後だけね。じゃあもう皆さん終わりですか。もう皆さん最後みんなやけくそで歌いましょう。そろそろ帰れますよ、そろそろ帰れます。やけくそで歌いましょう。もうじゃあ、はい、行きましょう。柴田直樹来いよ、お前は何やってる。 なんかね柴田直樹はね、あ最近乗りかかったふうの中で、ミューミュージー行きましょう。はい、行きましょうよ。じゃあもう本当ね、皆さんでね、ちょっとね行きましょう最後ね、こんだけ歌い手が揃いましたから、はい、ちひろちゃんはどこにいるの。ちひろちゃんは、あ、ちひろさんもいる。ちひろさんもいらっしゃるかな、いるの。あ、ちひろちゃんあそこにいるね。いらっしゃいますね、はい、いらっしゃいますね、はい、じゃあ最後ね、はい、あのやけっぱちで皆さん歌ってください。やけっぱちで行きましょう。え、何映画の告知、映画の告知、あ、そうみたいですよ。ほうほうほう、なんか僕わかんないね。じゃあ18時半から映画があると。そうですね、18時半から、川崎国際ゴルフ場でですね、なんとウルトラマンとウルトラセブンですね、ほう、なんと多摩区で撮影したんだな、これ。え、これが上映されますので、あの芝生に寝転んで、おいいですね、今更3分間しか戦わないウルトラマンを見て帰ってください。ゴルフ場、ゴルフ場、この先です。おお、ぜひあのメンタリーただでは見れないと思います。はいはいはい、じゃあこの流れで見に行っていい。そうですね、はい、はい、そうしないとあの、はい、多分は気が付かないという。じゃあ大阪の仕事でしょうか。はい、よろしくお願いします。まだ振り過ぎて元気の残ってる方は映画見に行ってください。はい、まだ告知ある、まだ告知がある、告知ある。え、何、
あ、ここはね、もう閉まってるみたいです。ああ、そうなんですね。なので、はい、あの、こちら側からくるっと回って、はい、あの、向こうの方に行けるみたいです。なるほど。はい。そういう風にして、あの、このお時間ある方はですね、見に行っていただきたいな。ぜひともウルトラマンですか。はい、それからまだね、あの、物販やってますから、はい、あの、最後にね、物販、あの、好きなアーティストっていうかね、はい、あの、素敵なアーティスト、今日たくさん出られましたけども、はい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 、その、あの、物販もやってますので、最後ね、立ち寄っていただければなと思います。はい、そして最後に、はい、ね、行きましょうよ。行きましょう。ね、行きましょうね。せっかくですから、皆さん、手拍子と、あと掛け声と、よろしくお願いしますよ。はい、さあ、それじゃあ、ミュージックフェアの方、コミュニティクエアの方、よろしくお願いします。最後に、行きましょう。行きましょう。やってみましょう。はい、行きましょう。ワン、ツー、スリー、フォー、はい。ずっとね、司会をね、やられてた。はい。